皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、始めるよりも続ける方が難しいということについてお伝えしていきたいと思います。これはですね、感じてる方結構ね多いと思うんですけど、私も全てパーフェクトにできてるわけじゃないので、これは実感をしておりますが、始めることの方がまだ簡単なんですよ。それが趣味であり仕事であっても、やろうって決めて動くのは、それでも動けない方もいらっしゃるんですけれども、やろうと決めて動くのはまだねそんなに難しいことじゃないんですよ。で、難しいのは続けることなんですね。これ結構難しいですよ、本当に。継続して、例えば、分かりやすく言うと、教室の先生が集客を頑張りたいというふうにね思うと、手っ取り早いのは SNS 頑張るっていうのもあるんですよ、一つの方法として。で、その時に、自分で決めるとするじゃないですか、こんなことやろうとか。だけど、それを例えば、じゃあ分かりやすく1ヶ月とか3ヶ月6ヶ月12ヶ月1年3年5年7年10年とか、その長い年月をかけてきちんと続けるっていうのは結構難しいんですよ。で、逆に言うと、みんなが途中で飽きたり、これ成果が出ないんじゃないかってやめたり、もうモチベーション上がらないしとかで中断したりっていうことでやめてしまう方が多いので、続けられるっていうだけで実はイニシアチブがすごくあったりするんですよね。で、残念なことに、結構成果がね基本出にくいんですよ。地道にゆっくりやらないとダメなものっていうのが結構多くてですね。だから、きちんとやることができる人っていうのは結果としてうまくいくし、きちんとやりこなすことができない人っていうのは何でもうまくいかないんですよ。だから、続けるっていうことは、どれほど難しいかっていうことを分かってちゃんと続けることができると、むしろうまくいくという、そんなお話です。で、ちなみに私 SNS もそうだし、仕事とか授業とかもそうなんですけれども、全部パーフェクトにはできてないです。できてないですが、かなりね長くちゃんと10年に近い状態ずっとコツコツ継続しているもの、それがブログとか YouTube とか、そんなものはありますけれども、基本長年積み上げれば積み上げるほど成果が出るっていうのを分かってるものは、それがこう人に見られてコメントをもらっていいねとかをもらうかもらわないかっていうところに主軸を置いてるわけではないので、人にねいいですねって言われないから、気持ちが上がらないから続かないっていうふうに言う方いらっしゃるんですけれども、見てる方は本当に見てるので、発信してるだけで、そのどういうふうに言われようとも淡々と発信できるっていう姿も当然見てる人もいるわけで、その領域に行けるかどうかっていうのは結構ねポイントとして大きいんですよね。だから、始めるのはまだそんなに難しくないです。でも、続けるのは難しいっていうのを理解していると、続けることに価値があると理解できると思うので、何かをやめたくなる気持ちになった時には、ぜひこんなお話を思い出していただければというふうに思います。それでは。